森本栄光は、日本の環境官僚、環境事務次官、大阪府森口市出身、長高等学校、東京大学法学部第一類、第三類卒業、国家公務員上級講習試験を受験し、1981年に環境庁へ入庁、環境省、経済産業省、内閣官房、 ハワイ州にあるアメリカ合衆国の政策研究機関、イースト・ウエスト・センター等に勤務。環境基本法等環境省法律の制定、改正、石綿被害対策、水俣病対策、大気汚染対策など環境と健康に関わる施策の実施や訴訟に携わった。1996年、環境省と国際連合大学が共同で運営する。 地球環境パートナーシッププラザ設立に関わり、1997年の第3回気候変動枠組条約定約国会議では議長秘書官を務めた。環境省大臣官房秘書課長などを経て、2011年内閣審議官内閣官房原子力安全規制組織等改革準備室室長。2012年9月19日原子力規制庁次長に就任した。 2014年7月8日、環境省大臣官房長に就任した。2017年7月14日、環境事務次官に就任した。地球温暖化、里山保全等環境に関する著作がある。東海大学法科大学院で、環境法、環境と法、立教大学大学院に文化コミュニケーション、研究科で、環境政策とクロンの授業を担当した。 2019年7月9日、環境事務次官を退任。同年10月1日、辻、本郷税理士法人顧問。同年11月1日、住友林業株式会社顧問。2020年1月、ドリームインキュベータ特別顧問、ANA ホールディングス参与。2020年4月、株式会社フルタイムシステム営業推進顧問、高砂熱学工業。 株式会社顧問、早稲田大学法学部教授、東京経済大学客員教授。2020年6月、一般財団法人持続性推進機構理事長に就任した。同年7月、株式会社エンビプロホールディングス顧問に就任した。同年10月、アイペットホールディングス株式会社顧問。ありがとうございます。